どうも、百も小町です。戦国姫セブン番外編、始めていきましょう。今回はですね、どうしようかな。まだ一回も、5でも行ったことない結城さんに行ってみようかな。ちょっと気にはなってるんだよね、この仮面つけてるの。ちょっとこっちにしてみようかな。でここからちょっと3人順番で行ってみようかな。最後今側にしよう。ちょっとずつ向こうに寄ってくって形で。俺は中庭にある池を覗き込んで、そこに映る自分の顔を見つめていた。何してんのこいつ。いや、何も自分の美しさに見とれていたわけではない。むしろその逆で、自分の顔の造形に不安を覚えていたのである。気が強いわけでもないが、だからって悪いとも思わないんだけどな。今まで特に人から避けられた経験もなく、女性たちから不評を買うこともなかったために、自分では普通だと思っていた。だが、とあることをきっかけで、どうにも自信がなくなってきたのである。その時のことを思い出して、俺は水面にため息をこぼした。お名前は、結城秀康でいいのかな？結城秀康だね。少しばかり時間は遡る。川屋からの帰り、廊下を歩いていた時だ。はあ、やはりそこにいるのは天城相馬殿ではないか。ん？上に声が聞こえて振り向き、ぎょっとなる。そこにいたのは何やら奇妙な仮面で顔の半分以上を隠した女だった。なんだろう、全面覆ってたけどちょっと割れちゃったみたいな感じなのかな。あれ、右目は見えてるのかな？色合い的に多分見えてるっぽいよね。左の目と色一緒だよね。と違う？いや、多分見えてると思うんだけど。ああ、ついでだから、格好だけ見とこうか。普段から戦国姫では珍しく鎧着てる子だけども。なんかさ、戦国姫の子たちって戦場に出てない時は鎧着てなかったりするけど、この子普通に着てるね。で、なんか下の方を見ると、あの程度を着てる子たちって、履いてる子たちって、てか、あれかな、水蓮着かなんかかな。なんか全体的に布面積だいぶ少ないんだけど、この人。私も結構かなり奇抜だね。結構というか、下もそうなんだけど、上もそれ、真ん中のそのなんか開けてるのは必要なのかな、必要なんだろうね。なんだろう、なんか何とも言い難い服装してるね。なんて表したらいいんだろうこの人。すごく難しい。まあ、でも、そうか、その、まあ、合いかけじゃないけど、その布がなかったら、胸のとこ以外はなくなるから、本当に水着みたいな形になるのか。いや、なんか肩紐かかってるの見えるから、やっぱ水着じゃねこれ着てんの。水着の状態から、ちょっと上は布を羽織って、下はちょっと鎧つけて、そんな感じかなこの人。まあそういうことにしとこうか。え、今俺一個飛ばした？ああ、飛ばしてないね。ん？飛ばした気がするぞ。ああ、飛ばしてない。しかもその仮面の下から妙に熱い視線がこちらに向けられている。どこかうっとりとするような絡みつくような視線だ。ピアスドンじゃないか。ああ、一応知ってはいたの。女の名前は結城秀康。ついこの間、この家に仕えることになった武将で、すでにお互いの紹介も詰まった仲だった。見た目はこんなだが、これでも勇猛果敢で知る猛将でもある。なんてことだ。心が洗われるようだ。はい？秀康殿？この秀康殿が俺を呼び止めた割には、ただじっとこちらを見るばかりで、何やら頬をあからめている。しかもブツブツと小さな声でつぶやいているが、どうしたんだろうか。
やす殿、おーい、秀康殿。やはり美しい。なんという均衡の上に成り立つ美しさだろうか。あれ以上のものなど、この世にはきっと存在しない。これは、相馬の顔のことを言ってるのかな。何の話だ。後ろに何かあるのかと思って振り向くが、何もないし、誰もいない。間違いなく、秀康殿は俺を見て、ブツブツと呟いていた。あ、ダメだ。これ以上は静止できない。美しすぎて、目がつぶれる。目がつぶれる？それに、汚らしい私ごとき仕込めが見つめては失礼に当たる。あ、それ仕込めって読むんだっけ。そういうことで、失礼する。あ、はぁ、あ。あ、秀康殿？勝手に呼び止めて、勝手に見つめて、勝手にぶつぶつつぶやいて、勝手に去っていって。さすがに面食らって声をかけるが、しかし秀康殿は俺の声を無視するように姿を消した。何だったんだ一体。美しいとかなんとか言ってたけど。おや、軍師殿ではないですか。その秀康殿が消えていった方から、今度は別のものが現れた。見知った文官で、お家の情報に詳しい人物だ。先ほど、結城秀康殿とすれ違いましたが、ひょっとして仲がよろしいのですか。悪いということはないと思うが、何と説明したらいいのやものやら。あんなことがあった後なので、仲がいいとも答えられず、返答に困ってしまう。すると文官は何やら納得した様子で苦笑いを浮かべた。どうやらその様子ですと、軍師殿も秀康殿とはうまくいってない様子ですな。どういうことだ？問題のある人物なのか？いえいえ、能力や仕事ぶりは実に真面目で、むしろ頭の下がるような誠実なお方です。おお、すごいいい評価。ちょっとどうしたんだ。教えてくれ。実はさっきじっと見つめられてたんだが、その理由がわからないんだ。はい、それがですね。あれ、理由じゃないのかな、わけなのかな。まあいっか。言いづらそうにしながらも、結局すべてを教えてくれた文官の言葉を思い出す。醜いものが好き。ああ。そう、なんでも秀康殿は、美醜の感覚が常人とはかけ離れているようで、普通みんなが嫌うような醜いものを好む傾向があるらしかった。そして、俺の顔を熱っぽく見つめながら美しいと呟いていたのを思い出し、こうして水面に映る自分の顔を見つめていたというわけである。あくまで噂ですが、文官はそう言っていたが、話しぶりからして信じているのは明らかだ。かっこいい俺もあんな奇抜な格好をしているんだから、そうかもしれない、なんて思い始めている。いや、でもあくまで噂なんだし、歌舞伎者とかならもっと変な格好をしている連中だっているんだし、とにかく気にしないようにしよう。仮にこの顔がとんでもなく不細工だったとしても、今更どうにもできないんだから。と自分を納得させて、俺はようやく重い腰を上げて自分の部屋に戻るのだった。私、結城秀康は恋をしている。それも生まれて初めての恋だ。あれ、恋だったの？だから逃げたの？今日もまた自分の心を焦がす恋心にため息がこぼれていく。寝ても覚めても考えるのはあの人、天城相馬殿のことばかりだ。美しい方なんだ、天城相馬殿。あんな美しい人には出会ったことがない。一体どうすればあんなに美しくなれるのか。一目惚れなど私には縁のないものだと思っていた。そもそも私のようなと星目だっけが、人並みの恋を覚えることすら恐れ多いことである。だが、あの人を初めて見た時に感じたあの衝動、雷撃を受けたような、それでいながらも心が優しく包み込まれるようなあの感覚。まるで体が崩けてしまうような心地なさと、それだけでは満たされない空虚な感覚が胸を同時に満たしていく。矛盾するような反対の感情に翻弄されて、ずっとクラクラしっぱなしだ。どうすればあんなにも美しくなれるのだろう。厳しくも甘く、誠実でありながら不誠実で、
優しくありながらも厳しいなんて、あんな人今まで見たことがない。均等でいいのかな、でありながら絶妙に均等の取れたあの性格、知りたい。どうしてあんな風になったのか、その秘密を知りたい。最初は見ているだけでも十分だと思っていたけど、やっぱりどうしても知りたくなってしまう。それに親しくもなりたい。あ、もしかして顔がじゃなくて性格？ああ、性格だね。あの、美しいって言ってるのは。顔は何でもいいのか。愛し合いたい。ポロリとこぼれた言葉にハッと気づく。そうだ、私はソーマ殿と愛し合いたいのだと。一度気づいてしまったが、最後その気持ちは抑えつけるどころかますます大きくなって全身を満たした。やっぱり我慢なんてできない。ソーマ殿、ソーマ殿、叫ぶなり、私は持て余すような衝動を抱えて部屋を飛び出した。部屋を飛び出してどうなるんだろう。お、勘弁してくれ。思わずめいて、俺は縁側に腰掛けながら深く後背を垂れていた。ここ数日、なぜかはわからないが、秀康殿につきまとわれている。いや、つきまとわれてるというと聞こえが悪いか、別の言い方をするなら気に入られてしまったのだ。どこへ行くにもついてきたり、何かと俺に愛想を振ってみたり。いや、それぐらいなら別に構わない。むしろ慕われているのは嬉しいことだし、ありがたいことだ。ディアス殿の場合はそんなやり方がかなり独特なのである。例えばどんな風になんだろう。ソーマ殿、背中を流そう。普通に風呂じゃん。ディアス殿、ここは男湯だぞ。うん、だから背中を流せるんだ。ささ、遠慮しないでこっちに来てくれ。こういうことじゃなくて、なんで男湯に入ってきてるんだ。違う、全然違う。もしかして絶望したように秀康殿が顔を青ざめさせる。そうだな、確かに不作法だな。それは重々承知してるんだ。そうか、分かってるのか。やけにあっさりと表面とめることにいぶかしみながらもほっとする。確かに裸の付き合いを行う場である。不粋の極み。だが私の胸などさらしても迷惑になるばかり。だからどうか勘弁いただきたい。この通りではソーマ殿。一体何の話だ。たまらずそう叫ぶと、秀康殿は落ち込むように自分の胸に手ぬぐい越しに触れた。こう言われて、自然と視線が手ぬぐいで隠された胸へと移る。ちらりと見える底はかなり大きく、わずかに見えた谷間はまるで磁力めいた力で俺の視線を引き寄せた。何が見にくいんだ。白くてスベスベとしていて、ていそうで柔らかそうで。って見るな、見ちゃダメだ俺。慌てて顔ごと視線を引き剥がして叫んだ。とにかく出て行ってくれ、秀康殿。あ、それで一応外に出せるんだ。また別の日。ソーマ殿、見てくれ、敵の子宮が。おー、でかいね。槍か、槍なのかそれ。あ、そうか、なんか独特な槍を使ってんのか、そもそもとして。どっかりと叫びながら、違うな、どっかりと叫びながら、秀康殿は今しがた取ってきたばかりの子宮を目の前に置いた。それも3つも。そうか、ご苦労だったな、秀康殿。だが、何もわざわざこんなところまで持ってこなくても。いや、ぜひともソーマ殿にも見てもらいたかったんだ。だってほら、この首、美しいだろう。美しい。
ぐっとりとつぶやいて、秀康殿は首をめでるように撫でる。そんな様子にゾッとに並ぶ面々が顔を白くさせた。関しては言わんとしてることはわかるんだが、そう。わかってくれるか、相馬殿。さすがこの世で最も美しい人だ。このセリフに視線が俺に集まる。乾いた笑みをこぼすことぐらいしか俺にはできなかった。さらにまたまた別の日。何か騒がしいな。どうしたんだ？何やら人だかりができているのを見つけて足を止める。するとその人だかりの向こうからよく知った声が聞こえてきた。相馬殿！この声は秀康殿って、秀康殿なのか？近づいてきた人影に思わず声が高くなる。声から判断して、その人物は結城秀康殿に間違いないのだが、被っている仮面がいつもとは違った。見てくれ！相馬殿！このお面を！何かく？ってんだろう。なんていうかその、個性的なお面だな。なんて形容すればいいのか。あえて言うなら、おたふくの出来損ないのようなお面だった。それを被りながら、子供のように目をキラキラと輝かせている。おたふくの出来損ない、そうだろう。素晴らしい一品だろう。さすが相馬殿。お面とか。この仮面の素晴らしさを一目で見抜くとはな。そのままと別か。難しいな。いや、何も見抜いたつもりはないんだが、それどころか、悪趣味に思えて、これなら前の仮面の方がまだマシだと思えた。確かにその面もいいかもしれないが、俺の好みか言うなら、前につけてた仮面の方が、秀康殿には似合っていると思うが、それは本当か？ずいっと奇妙な面をつけたまま顔を近づけてきて、秀康殿は驚く。あくまで俺の好みだがな、それとも見慣れてるせいかなって。そうか。なら前の仮面に戻そう。あっちも気に入ってつけていた仮面だからな。その言葉に先ほどの人だかりから盛大なため息が漏れて伝わってくる。そうか。それでみんな集まって話し合っていたんだな。どうやってこの仮面を外させるかと。それに私がこの世で一番美しいと思う人がいいと言った仮面だ。そちらをつけてみたい。光栄だよ。俺はまた乾いた笑みをこぼした。まあ、次々と脳裏に浮かぶ強烈な思い出に、今になってもため息がこぼれる。とにかく変な人だよな、秀康殿って。再聞くところによると、秀康殿は随分と複雑な生い立ちをしているらしい。おかげで身内から遠ざけられ、軟禁まがいの生活を送っていたらしく、そのことを不憫に思ったりもしていたのだが、遠ざけられた理由って案外あの性格のせいじゃないのか？だからってそんな生活を強いるのはやりすぎだと思うが、それでも少しは気持ちがわかりそうだった。相馬殿！どこにいるんだ！相馬殿！呼ばれてますよ、相馬。遠くから秀康の声が聞こえた。今度は一体何だろう。正直逃げ出したい気分だが、虫を決め込むわけにもいかない。あの人は武将で、俺は軍師なのだから。それにしてもどうしてここまで気に入られたんだ。それこそが最大の謎だった。すでに日も暮れて、ろうそくの明かりなしには本も読めなくなってきた頃、突然、障子の向こうに人の気配を感じて、俺は開いていた本から視点を上げた。誰だ？何の用か？相馬殿。夜分遅くにすまないの。これで夜に来たってことは告白かな？その声は秀康殿。一連の出来事を思い出し、ついぎくりとした声が詰まる。ただ、だが、立場上入ってくるなとも言えず、俺はわしゃわしゃと一通り髪の毛をかき乱してから答えた。
ああ、間違えた。構わないよ、入ってくれ。かたじけない。では、失礼する。いじった仮面と、その隙間から覗く素顔が現れる。さらに瞳がポッと緩んで、じっと俺を見つめ始めた。言い出すとの？何か用事があるんじゃないのか？俺のことを気に入ってくれるのはありがたいし嬉しい。だが少しばかり異常なまでに気に入られていることに時折うつら寒いものをすら感じてどうしても苦笑いめいた表情が浮かんでしまう。さあ何をしに来たんでしょうか？それに気づいているのかいないのか？言い出すとのは佇まいを正して俺をじっと見つめた。これは失礼しました。あまりの美しさに見惚れてしまいまして、ご無礼お許しください。いや、いいんだ。それでどうしてこんな夜中に？実はお願いがあって参ったのです。嫌な予感がしたというか嫌な予感しかしない。結城秀康殿がお願いだなんて一体何を言い出すのか全く予想がつかないし想像もできない。むしろ恐怖すら感じられたが、それでも何も聞かずに追い返すのは無礼だからと恐る恐る尋ねる。まあ急に風呂まで来る人だからな。お願いって？はい。相馬殿には醜い私をさらに醜く汚してほしいのです。やっぱり予想も想像もできないことだった。というかあまりにも突拍子すぎるお願いにポカンとわけがわからなくなる。それはどういった感じに？突然すぎましたね。美しい相馬殿と一夜を共にして、まあその過程でちょっとお願いさせていただきたく。なんとなく理解できた。求められているのは男女の営みという点は、しかし、あまりにも突然すぎるというか、脳が理解を拒んでいるというか、なんかいろいろと矛盾してると思うんだけど、それはひとまず置いておいて、頭痛がする。わけのわからないお願いに、とにかく頭痛がする。まず言わせてくれ。別に俺は美しくなんかない。それと、手足殿も醜いとは思わない。だからそんなお願いは聞けない。ただとは思いつつ言うと、ブンブンと音を立てて、秀康殿が大きく頭を振った。何をおっしゃるのです！相馬殿ほど美しい人を、私は知りません！そう言ってくれるのは嬉しいが、一体どこが、内心の複雑な、さは隠しつつ、そう尋ねる。心です。清い心と中道を歩む精神がそのほとんどを占めていながら、軍師としての知略や計略が絶妙な割合でそこに混じっています。正しいことを行うために卑怯とも言える策を弄するところが私にはこの上なく美しく思えるのです。清濁合わせ飲むことのできる器量を間違いなく相馬殿はお持ちです。できることではありませんから。大体の軍師ができちゃうから、できない人もいるだろうけど、その辺の人たちを見ると秀康さんどうなっちゃうんだ。なるほど、見た目のことじゃないなかったんだな。そのことにほっとすると同時に複雑な感情が胸を満たした。つまり俺の内面は、いやいや今考えるのはよそう。今はとにかく秀康殿を何とかしないと。褒めてくれるのは嬉しいが、軍師なら当たり前のことだからな。それに、一体秀康殿のどこが醜いんだ？お世辞なんかじゃなくて、本当に美人だと思うけどな。胸です。え？胸？はい。この胸です。ただ大きいだけの、醜くて不格好なこの胸が、私は嫌いなのです。そういえば、いつかも自分の胸を卑下していたような。ですから、この胸を特に重点的にお願いしたいのです。そうすれば、少しは私の心も慰められるかと思って。理由がさっぱりわからん。ごめんね。
やっぱ避けとこう。どうしてそこまで、そこでそんな考えになるのか、かけらも理解できなかった。言い出したのは、胸だって醜いどころか、とてつもない魅力に満ちているというのに。どうかお願いです、相馬殿。私を慰めると思って。どうかお願いです。やり方は私から説明させてもらいますから。そこまで言うなら、結局押し切られる形になって、俺は秀康の願いを叶えることにしたのだった。で、一夜明けて、で、待って、一夜明けた先戦場かよ、早えな。それからしばらくして、秀康殿は俺と過ごした一夜に満足して、すっかりおとなしくなった。なんてことはなかった。むしろ味を占めたように、俺を見つめては舌なめずりするところを大勢の者に目撃されていた。秀康殿が醜くないということも分かってもらえなかったしな。秀康殿は幸せそうにしているし、こればっかりはもう仕方ないのかもしれない。ああ、どこでこの人のイラスト来るんだろうと思ったら、ここで来たか。妄想。いや、でもそんなに変わりはしないから、まあ、合ってるのは合ってるのか、妄想自体は。まあ、そんなに微笑んではないかもしんないけども。こうやって見ると、なんか、無邪気に楽しんでるイラストに見えるね。まあ、実際無邪気に楽しんでるのかもしんないけどね。この影から本陣をそっと伺い見ると、そこには物憂げで相変わらず美しい相馬殿がそこにはいた。あ、てかあれか、じゃあ一緒に戦場に行くのが一番楽しかったりするのかな。さっき言ってた、なんだっけ、正しいことをするためには、卑劣な策を使う、うんぬんかんぬんって。それが見れる戦場が一番好きだったりするのかな？それとも内戦の方でもいいのかな？まあ、向こうで卑劣な策ってのはなかなか難しいんだけども。相馬殿と過ごした一夜以来、私の心はさらに相馬殿で埋め尽くされている。醜い醜い私とは正反対に美しい相馬殿。朝に見ても、昼に見ても、夜に見ても、いつ見ても美しい。相馬殿のためなら、私はたとえ火の中、水の中、どんな敵だって打ち滅ぼしてみせる。ああ、目を閉じれば相馬殿。ダサいじゃないよね、羅針かな。叩いていいのかなが浮かんでくる。いや、閉じなくても常に思い浮かべることはできるのだから、できるんだが、より鮮明に浮かんでくる気がする。待って、結局さ、今全部が美しいって言った。こいつ、そうだ、今日の戦で戦果を上げたら相馬殿に褒美を処分しよう。そうだ、それがいい。その目がハートになってるのとピクシブの絵とか同人誌でしか見ねえよ。落ちてる人の目だぞ。魅了とかに。憎い私が相馬殿にお願いするのだ。浅ましいで褒美ならば、あれも、いや、あれでもいいな。そうと決まれば今日は敵将を討ち取りまくろう。お願いする褒美について考えてきたら、全身に力が張ってきたでいいのかな。今日はいつもよりたくさんの敵をあの世に送ってやれそうだ。いや、怖えよ。相馬殿に元気をもらいに行こう。あの世に送ってやれそうとか。見守るだけでは我慢できずに、私は相馬殿のもとへ駆け出した。ああ、秀康殿って、そろそろ出陣してもらえないか？でないと策がうまくいかないんだが。すみません。出陣前に、
相馬殿から元気をもらいたかったんです。すぐ配置につきますから。そうか、ひだその今日も頼りにしてるよ。はい、仰せのままに。では行ってまいります。ああ任せたぞ。ふっと俺から背を向けて走り去っていく秀康の背中を見送る。戦果を上げてご褒美ご褒美。俺は今度は何を要求されるんだろうか。俺聞こえてきた秀康のつぶやきは、つぶやきを俺は聞かなかったことにして目の前の戦に集中することにした。あ、絆化したね。でも実際問題、なんだっけ、こっちにね書いてあったんだよ、途中ちらっと見てた時に。あ、まあ別にあれなのか。あ、でもあの槍ね、なんか書いてあるね、これ天下三層の一本みたいだね。まああれを振り回せて外敵を倒せる猛将が相馬のね、相馬が相馬次第でテンションが上がったり下がったりする。まあ相馬がいろいろとね、頑張ればテンション上がったまま戦ってくれる。しかもなんなら最高状態で戦ってくれる常に。ああ、まあありなんじゃなかろうか。まあ相馬は大変そうだけども、まあこれもね、勝つためには仕方ない話だよね。いやー、まあなんか別角度だったな、随分と。今まであそこまで自分を卑下する、自分を見にくいっていう子はなかなかいなかったね。てかなかなかっていうかいなかったんじゃね、俺が知らないだけかもしれないけど、可愛くないっていうのはちょくちょくいたような気がする。強くないとか、そうだね、その辺の子たちは何人かいる気がするね。いや、あそこまで堂々と自分を延々、最初から最後まで醜いと言い続ける。で、一夜共にして、ちょっと性格治るとかじゃなくて、より一層ひどくなるっていうのがなかなか面白かったな。結局、治らないっていうあたりがね。いやー、面白かったね。次、里見ですね。また。明日も見ていきたいと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。